じゃあこんにちは、ゆたかさん。中日をどうか、だってちょっと中日をどうかしか言ってないんですけど、赤ペコのようになってますけども、ブルブル震えてブルブル震えてましたね。はい、まずドラフトから変えよう。まずそこですか。まあやっぱりね、選手を取ってこなきゃいけない、それなりの、まあ理想はあると思うけど、まあホームランも100本超えみたいなチームでね、まあいろいろあるだろうけど、もうとりあえずもう一貫して2割8分打てる素材、3割ってなかなかいないから、2割8分みんなが20盗塁できるチームを作れば勝てるようになる。全員が20盗塁できる、そうです、チームで、チームで、チームの一人一人が、はい、もうそういうチームを作ろう。まだドラフトをまだ先、ちょっと先で、それとアキーノを切っちゃダメ。あ、アキーノ切っちゃダメ、うん、アキーノは20通りできるぐらいの足持ってるよ、あの子は。あ、はい、あの子って言ったら変だけどあの選手、すいませんあの選手は、それでやっぱバッティングを教えてやったら20発打てるから、うん、あの人は。そうなんですね。そう、2割の20本の20通り今から間に合いますか。トリプルトリプル2 でも貴重だぞお前、20本打ってたら。まあまあね、あの、うん、そうですね、中日本拠地でっていう。いや、ただね、選手とコーチがもう寝食共にするぐらいじゃないとチームは救えないな。まあそうですね。いや本当に、あの、はい、ゲームが終わりました、はい、じゃあねって、まあ明日頑張りましょうみたいな、そうじゃダメ、一緒に寝るぐらいじゃない。もう究極そこですよね。いやいや本当に、そのぐらいこう面倒見てあるというか、そのぐらいこうなんていうの、気持ちに入っていくというか、生活に入っていくというか、じゃないとやっぱりね、見てない、多分野球を、他球団の野球を見てない。この前あのタイマン走塁つって石川選手です、石川あったよね、はい、あれ石川石川って言ってるけど、俺もバカじゃねえかと思うのは、一塁ランナーがサードに走ってアウトになってるんだよ。はい、それはお前点差考えてみろって、でノイジーはあれ3回目だからな、あそこで刺すの。いいですからね、あいつ肩いいんだから。そうそうなんですよ、とぼけて走れ上るからお前点入んねんじゃないかって。石川のタイマン走塁って、だってホームのコーチャーも何にもしてない、こうやって手上げてるだけだもんお前なんか選挙に出んのかみたいな感じだな、ね、挙手ですよね。いやそうじゃないだろうって、もし慌ててセカンドファーストランナーがセカンドにあのサードに向かってんだったら、石川あって、まあ、こうですよね、うん、って言えばいいのに。それは石川はツーベースコースで俺が帰ってこれないはずがないと思うじゃない、はい、で背中にしてるし、はい、で見えてんのはホームのコーチャーと一塁ランナー見えてんじゃん、はい、このバーッ2人がさ、いやこれバーッて言っちゃダメ、ね、あれですけど、でもいやもうそのぐらいの気持ちだったんですよね。いやそのぐらいの怒りはあるよ、はい、俺は。だからそら石川も確かに早く走らなきゃいけないよ、いけないけど、はい、たまたまそうなったからクローズアップされてるだけで、どこの球場でも見てみ、ツーベースでセカンドランナーが全力でホーム踏んでるやつなんか一人もいないから、でもこんななんか一塁ランナーとぼけてさ、サードでアウトになるって点差考えたら情けなくて話になんない。そうですよね。でお前ノイジーの方って知ってんのかって、ウォーカーあそこでお前どこ何人刺されてると思ってんだって。そうですよね。だからそれをもういいかちょっと興奮してるけど、いやいいですよいいですよ。いやそれはね、見とかないと、ニュースでも、ニュースで取り上げられてるから。いや本当ですよね。いやノイジーのあそこの方、いやそうなんですよ。でノイジーって守備うまいからね、あれ言っとくけど、いやそうなんですよ、舐めてんだよ、風貌とか動きで。だウォーカー選手とかと一緒かなぐらいに思ってたってことですか。なんかふざけやった本当にいやだからこれは結局ミーティングもあまりしてないのかな。じゃあミーティングとかいうよりもすごい、もうここはね選手が見えるじゃん、こう、あ、まあそうですね、アロイジーだみたいな、走ってんだよ、あれみたいな、肩強いみたいなコントロールもいい、もう本当に同じ刺され方3回してるから、これはちょっと他球団もそうですよね、うん、だから、うん、この前戸柱がね、はい、やっぱり一塁ランナーで走ってアウトになってるんだよ、はい、だからそういうことをしっかり見といたら走らないって、だから見てないんだよ他球団が、情報として。だファンの方が知ってますよね。いや知ってるよ見てるから。いやそれはね、まあこれ昔の話だけども、うん、プロ野球ニュースってあったでしょ。あ、はい、で、まあ、今では CS でやってるんだけどさ、うん、そのプロ野球ニュースを見るために俺車にテレビつけたからね。あ、
それなんでかというと、はい、やっぱ帰りながら相手のピッチャーの情報とか、うん、次の対戦するところのピッチャーが投げてたりだとかする可能性があるからこう見てるんだよ、はい、で情報として耳に入れてるんだよ、うん、スコアラーだとかいろんな人が動いてくれてると思うよ。だけどそういうところはしっかり自分でリークしとかないとさ、そうですね、ダメだということ、はい、まずね、うん、でエラーが多すぎる、あのリーグワーストですね、うん、はい、あのイージーミスが多すぎる、はい、うん、これはねやっぱもう練習するしかないし、はい、でチームのエラーが増え出すとやっても別に、はい、って思い出すんだよ。あ、これがまだ30試合やって1個もしてないってみんな緊張感持つから、いや俺最初のエラーだけはしたくないなと か、はい、だから怪我人だってそうだよ、うん、怪我人が出ないチームでちょっと足痛いけどこれ言えないよなみたいな緊張感が出てくるんだよ、はい、でも一つやりだしてみんなポロポロやりだしたら、あ別にみんなやってるから怖くないになっちゃう。そういうものなんですね。いやそういうもんだよ。だからあの横断歩道ね、みんなで渡れ怖くないみたいな。だけど赤信号ですね、すいません、横断歩道は渡っていいんですみんなで。そう、横断歩道は、まあそうだね、赤信号、赤信号、赤信号でしたね、赤信号、ね、みんなで渡れ怖くない、エラーもみんなでそれ怖くない、責任がなんか随所に行くから自分の薄まるわみたいな。そうなんだよ、やっぱ緊張感という意味では、うん、まあ確かに若いから、うん、それは技術的なミスもあるしね、はい、だからエラーは増えるっていうのもそれは分かる、うん、立浪監督はよく耐えてると思うよ、うん、あれ昔の立浪知ってたらブチ切れてるぞ。逆にブチ切れちゃった方がいいとか、もうねそれ抜けちゃった方がいいと思うよ、ちょっとかーい、いやその方が、まあ、手とかはダメだ、あもちろんもちろん、そうですそうです、なんかもう鬼軍曹のようになったらちょっと選手もピリッと引き締まるのかなって。その怒って上手くなるもんではないけどね、ベテランが大島選手と、まあ、木下選手中堅のこと、あと大島がやっちゃうっつうの、どうしちゃったんだろう、どうしてこんなミスが出ちゃうの、ね、まあその選手もやったコーチもやったことあるけども、うん、やっぱり選手のミスっていうのはやっぱコーチのミスなんだよね、うん、コーチがやっぱり責任を感じるとやっぱ伝え方も違うと思うんだよ、怒るとか怒らないとか別の問題としてね、うん、もっと上手くなる方法は何だろうっていうのは考えると思うんだよ、うん、もう一生懸命やってんだから、うん、ね、エラーしようと思ってやってるやつなんか一人もいないの、うん、ね、今日も思いっきり行こうみたいな、うん、絶対うまくなんない、うん、そんな感じがします、今聞いてて思いました、うん、よしみたいな、うん、じゃあ行くぞみたいな、はいみたいな、うん、絶対うまくなんない、うん、そう思います。やっぱね本当に真剣に寝る間も惜しんでみたいな、うん、そういうことでやっぱ真剣に真剣にやっていかないと、うん、エラーするの今はあのチームだとコーチの責任だよ、あれだけ若い選手を抱えてて、はい、何を教えてるんだって言われてもおかしくない、じゃあ真剣にはやってると思うけど、やり方はそれでいいんですかっていう感じで、あもっとやり方違うことはありませんかみたいな、はい、一軍っていうのはやっぱ見せてお金を取ることじゃない、はい、練習でお金を取れないんだよ、うん、でキャンプの時はお金取らないでしょ、そうです、ね、練習だから、うん、試合になったら取る、うん、やっぱね裏の姿って見せたくないんだよね、はい、ファンに。例えばキャッチャーが止める練習してますみたいな、うんうん、いやいやそれ陰でやんなさいよって、はい、プロなんだから。だから影でどのぐらいやるかなんだ、うん、俺はね少ないと思うよまだまだ。これ影というのはその試合前の練習であったり、うん、休日の練習であったりで宿舎とかさ、あ宿舎でもっていうことなんですね、うん、まあ昔の話はやめるかまたお前の時代とは違うんだとか言われちゃうからさ、いや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 、いやでもそれって基本というかいや昔のねコーチってね、うん、名前忘れたな、いたんだよ、はい、守備走塁コーチが、でヘッドコーチも兼ねてて関根さんの時にね、はい、もう宿舎でその広岡さんと三遊間を組んでた人でこう守備の練習を帰って毎日で、はい、試合終わっても毎日こうやって取る練習やらされた、うん、まあ、やらされたっていうか、でもね思ってみればやっぱその練習がなければ、うん、やっぱ守りきれなかったと思う。それでも下手だったと思うけど俺は、いやいやいや、いやだけどねそのこいつをうまくしたいという執念が俺をうまくしてくれたんじゃないかなと思う、うん、絶対うまくさせてやるっていう執念があるかないか、うん、今は怒ったりだとか、うん、言い方だとか、うん、パワハラだとか、はい、いろいろ言われるけども、でもねそういう執念が
ある人ってやっぱ裏には絶対愛情もあると思うんだよ、うん、はい、その愛情が伝わると今の選手もついてきてくれると思うんで、うん、そのぐらいこうやってあげた方がいいと思うんだ。そうですよね。あとどうなんですか、今のその若手の選手ってゆとり世代とかそういうことはあんまり関係ないんですかね。だってゆとりで飯食えない世界だから。ここはそうですよね。プロの世界は。そうなんですよね。だからあとは選手一人一人が意識をどう変えるとか。だからそうやったら変わるって、うん、あれだけ練習してるんだからエラーなんか絶対できないみたいな、うん、まあ、そんな感じだよね。変な話ですけど、例えば仮にですよ、その立浪監督ではなくて例えば中日に岡田監督が今年就任していたら、これって何か変わってったりとかっていうのもあったんですか。それは関係ないですか。岡田監督が断るって、はい、断ると思う。それは立浪は自分が育ったチームだから愛情があるから引き受けたんだ。そっか。岡田監督は何の縁のゆかりもない。断る。多分。いや、じゃあ逆に今の中日のメンバー、内野手外野手のスタメン張ってるメンバーがまんま阪神の選手たちだったら、例えば岡田監督とかだったらどういうふうに変えていったりとか、また違う野球ってされてたりとかするんですかね。引き受けない引き受けない。いや、そんなことない。そんなことじゃなくて、やっぱ岡田監督は岡田監督で、まあ、どういうやり方をするかというと、うん、まあ、例えばその阿部がいたりだとか、はい、強打がいたりだとか、そういう選手をまずどういうふうにすればいいかっていうのを考えるだろうね。で、高橋周平とか、はい、そういった、まあ、ある程度実績がある人をどういうふうにやるのがベストなのかっていうのをまず考えるだろうね、はい、そこから大きく変わってるからさ、中日はね。そうですね。で、キャッチャーはじゃあ木下でいいのかとか、うん、外国人アキーノとか、うん、例えばアルモンテとか、はい、これを持ってきたかどうかのも問題だし、はい、そしたら持ってこない可能性もあるし、うん、でドラフトじゃあ中地をドラフト1にしたかとか、まあ、いろんなことを考えられるけど、はい、岡田監督のやり方っていうのはまた全然変わると思う。そうですよね。だから監督を誰に据えるかっていうのは面白いわけで、大事ですね、うん、だから立浪のやり方が間違ってるとは言わないよ、うんうん、はい、これは結果が出て立浪監督が監督の座を退くときにチームがどういう状態なのかによっての評価だから、はい、今戦ってる最中だから、うん、今の評価っていうのは分からないよね、はい、だから岡田監督もそうだよ。今1位にいるから評価されてる、うん、これが急転直下で5位ぐらいになっちゃったら、うん、叩かれます、ね、じゃあ叩かれるかとか、はい、まあ、それはいろいろあるだろうけども、だから岡田監督は岡田監督の青写真があって、立浪監督は立浪監督の青写真がある、うん、それに突き進むしかないよ ね。 そうですね。で、結果っていうのはやっぱ勝負事だから、勝てば官軍、負ければ敗軍だっけ、負ければ勝てば官軍、負ければまあ、負けた軍ですよね。負けた軍。なんか言い方ある。ありますあります。多分コメント欄荒れるよ。あります。お前らそのぐらい知っとけよ、お前ボケみたいな。おかしいんじゃないか。ハゲはやめろよ。そうですね、それ誹謗中傷になりますからね。本当に偉そうだよ。意思変えてくるけどさ、ハゲって、はい、それはもうそうですね。自然現象なんでしょうがない。勝てば官軍、そうで、負けたらもうそれはもうそういうことです。俗軍、はい、だからまあそういう風になっちゃうけどね、監督ってね、はい、今のメンバーで言えば高橋周平をどうかしたいよね、うん、やっぱサードの守備をやらしたらやっぱうまいからね、はい、バッティングも悪くはないと思うんだよ、うん、まあ、高橋周平をやっぱ中心としたチームを作るのか、はい、今中心がいないからね。ないですね。いるとすると石川選手になるんですか。そうなんです。石川じゃまだまだな、まだ若いし、はい、まだ自分のことで精一杯だろうからね、はい、まあ、高橋周平がどういう状態になってるのかは、まあ、分からないけどね、うん、悪いから使わないんだと思うんだけど、だけどね、変わろうとしてる時なんだよ、うん、まあ、脱皮しているんだよ、はい、脱皮が終わって、うん、羽が広がった時に綺麗に飛び出すのかなって、うん、飛び出せばいいなっていう願いしかないよ今はね、うん、だから例えばピッチャーがピンチになった時に、じゃあ一声誰が内野手かけに行くんだって言った時にいないかったりとか。いや、もうかける必要もない。かけれないよ、エラーばっかりするから。あ、まあ、そうでしたね。お前何、そんなかけに来るなと、お前自分のことやっとけって言われる。ピッチャー陣に言われますよね。いや、本当に、ね、打てないし守れない、うん、ね、寄ってくんなお前って思うよ、うん、
俺も野手だったけど、やっぱ打てなくて0点に終わって、ね、1対0、2対0で負けた試合は何試合もあるよ、はい、申し訳ないなと思うもん。その時はもうしっかり守ってやろうとか、うん、そういうことも考えるし、よし、よし、次は借り返してやろうみたいな、うん、一生懸命打ちに行くしさ。でも今はさ、打てない、守れない、点取れない、うん、もうそうなったらピッチャーに寄っていけないよ、どんな面して寄っていくんだよ、うん、そうですね、だから悪循環も、それが今の中日のなんかチームの雰囲気になっちゃってるっていうのもあります。だから俺ね、柳の投げてる姿とか、うん、打席でね、伊藤からの偏直のあの広いバンテリンで、はい、野手も打たないような打球打って、はい、ね、セカンド行ったけど、まあ、あんな姿見てるとさ、もうお金でもいいから出してこれで3点ぐらいくれませんかみたいな、もうなんかそんな思いになってしまいますよね。いや、思いになるよ、本当にかわいそうだもん、うん、そうですね、うん、まあ、みんな一生懸命やってるんだろうけどもさ、はい、これはやっぱりチームの全員の責任だから、うん、若手を使ってるやっぱ監督の立浪監督にも責任がある、はい、招集されてるコーチたち、うん、これにもやっぱ責任があるよね、大きな、うん、一人でも二人でも、もう将来ね、もう中日を背負っていけるような選手を、うん、中心の選手を育てていかないと ね、 そうですね、まあ、石川が育ちそうだし、まあ、岡林っていうのがいいし、うん、まあ、センターラインだな、あとはな、そうですね、うん、まあ、リュークなのか村松なのか、うん、田中美希也選手もね、まあ、そうだね、控えてるというか、うん、とかね、だから待とうよ、慌てんな、こんなに悪いとは思わなかったけどな。そうなんだ、からファンの間でもう早ければ今月中にあの自力優勝消滅っていうのが点灯してしまうっていうふうにも言われていて、まだ光は見えないけどね、うん、去年新庄監督とね、はい、同時期に立浪監督がなって、うん、やっぱ日本ハムはスカウトがうまいよ、うん、やっぱ優秀な若手原石がいっぱいいるもん、それを新庄監督がもう新手に使ってね、うん、それで磨かしたみたいな、はい、徐々に輝き出してきたぞみたいな、うん、中日は原石はたまにいるけど、はい、日本ハムほど多くないという、うんうん、これ原石集めてこないとさ、まずはそうですね、スカウトの方たちがってこともありますしね、うん、そっから行かないとなと思ってね、厳しいですよね、やっぱ中日元気ないと嫌だな、昔ね戦ってる時ってすごく明るくて、うん、破天荒なチームだった、星野さんの時とかの前からだけどね、はい、うん、で星野さんになってからも戦う集団になって、はい、下手くそどもが青筋立ててるって、うん、いやいや、まだ青筋立つほど まだ怒らなくていいでしょみたいな、はい、まあ、そんな感じのこう闘争心あふれるようなチームだったんだけど、そうですね、うん、最近だと龍って言うけどさ、龍が溺れかけてるもんな、そうね、龍が本当ちょっと弱々しくなっちゃってちゃってるので、なんかこうね、強い中日っていうのはやっぱり野球ファンも見たいですし、もちろん中日ファンもそうですけど、いや、そうそうだよ、だからまあ広島は伝統的にね、はい、なんかまあ厳しい練習というか、うん、広島野球っていうのがなんかこう伝統的に残ってるけども、はい、なんか中日がなんか色褪せてきてんだよね、うん、そうですね、落合監督の時までは中日っていうカラーがすごくあったんですけど、そこからなんか中日の青い色がボワンとしてきてしまってるから、寂しいです、すごい寂しいです。 DeNA はマシンガン打線ってな、そうです、そうです、まあ、なんか活発だし、うん、ヤクルトはなんか明るいしさ、ノリがいいし、はい、巨人は伝統を守ってるし、はい、中日だけはな、ちょっとなんか変わってるっていうかさ、そうなんですよね、頑張ってほしいよな、いや本当にあの野球ファンのためにも本当に頑張ってほしいです。この動画で救えるか、いや救えるかどうかわかんないですけど、まあ、テーマは救えただったんだろ、はい、だけどなんか意識がね、少しでも変わって強くなっていってくれるといいなっていう。豊さん、コーチとかでどうですか。コーチはやんない、いや監督やるんだったら、ね、立浪監督、いや立浪を退けてまでっていうのはしない、しない、うん、終わってから、終わってからですね、はい、はい。